これまでの最強 UFO カップ。このシリーズも3分の2が終わり、いよいよ後半戦のスタートだな。節目となる10年目は、一体どんな出来事が起こったのだったかしら。10年目は大半をキングボンビーに支配されていたな。その毒ガニ最初にかかったのはチルノ。変身直後と10年目終了間際に最悪を食らい、物件を全て手放すほどの大打撃に見舞われましたね。マリサもサナエとのボンビーの打ち合いに敗れて痛い目見てたわね。奴になんとかキングをぶつけようと思ったが、ロイヤルの移動力にかなわなかったのぜ。全員一回はゴールしたし UFO も見つけたが、それ以上に損失の方がでかかったな。10年目終了時の順位はこのようになっています。これを参考に最終的に誰が優勝するかぜひコメントしなくていいです。しなくていいですってなんだよ。してもらった方がいいに決まってんだろコメントは。だって見てくださいよこの圧倒的な差を。こんなの私が優勝するに決まってるじゃないですか。確かに2位の霊夢との差が100億以上あるもんな。それでも私たちは諦めない。長きにわたるサナエの天下、今年こそ断ち切るぜ。はいごきげんよう。ゆっくりサナエと、ゆっくりチルノと、ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ご視聴ありがとな。さてチルノの番が終わって次は私の番かな。今のは値じゃねえよ。去年猛威を振るったキングボンビーだが、年度が変わっても変わらず空を濁らせてるぜ。ただすでに3回悪用を働いていますから、もうそろそろいなくなるでしょうね。星飛びガチャも外したし、仕方ないからサイコロ振るぞ。大量に借金こさえてるし、マイナス益でも気にしないぞ値。半ばやけになってません。お、でも記念仙人が出てきて借金帳消しにして小遣いまでくれたわね。しかもキングボンビーも元に戻った。これでしばらくは安泰だな。全部値の計算通りだな。急に元気になるやん。今目的地になってるのは種子島。比較的入りやすい立地ではあるかな。とはいえこの距離で特急じゃ無理だったわ。カード駅で特製レイカードをゲット。政府から農林物件売却の要請が。霊夢さんはそれに応じたようですね。私は新幹線周遊でサタのカード売り場に行くぜ。キングボンビーが消えた今、サナエのカード狩りは自分の手でやるしかねえ。なるほど、ダビングで刀狩りを増やして私のカードを借り尽くすつもりですか。ですがそうはさせませんよ。目には目を、ダビングにはダビングを。サナエのやつ、刀狩りで奪われる以上にダビングで枚数を増やすつもりだぞ。ロイヤルの移動力に潤沢な資金力。ダビング対決もマリサにとって厳しい戦いになるわね。でも負けないでマリサ。私たち精一杯応援するわ。だぞ。サナエに一泡吹かせてやれ。霊夢、チルノ。お前らも手伝わんかい。あ、やっぱり。ちょっとちょっとこれ個人戦ですよ。何3人で結託してるんですか。1位のサナエは狙われて当然だぞ。せいぜい覚悟するんだな。まずはサナエを引きずり下ろすのが先決。ここは一旦手を組むわよ。組む手はないけど。お前ら私の足引っ張るんじゃないぜ。引っ張る足はないけど。さっきからうるせえな。こいつ私たち追いかけて東京のあたりまで来て飛んだー。いやこいつ何平然と空走ってんだよ怖すぎだろ。こんなとこまで来るの想定されてないでしょうし、ボンビーみたいに飛行形態は用意されてないのね。星飛びでサタが出たからあたいもマリサやサナエと同じカード売り場に行くぞ。これで貧乏神がマリサさんに着きました。どうしました協力するんじゃなかったんですか。言ったろ、貧乏神には頼らねえ。お前のカードを奪い尽くすのは私の刃。挨拶代わりだ。第一の刃を喰らえ。ダビングカードと合わせて刀狩り5枚耐性、恐ろしいわね。奪うのは当然ロイヤル EX カード。まずは足を奪う。ふん、奪われてもまたロイヤルの移動力でダビングカードを補充するまで。だったらもう1枚ぐらいもらっても構わねえよな。おお、いきなり追加効果が発動したぞ。うまくことが運べば今度こそサナエのカードを根絶やしにできるわよ。へっ、やっぱり私一人で十分じゃねえか。お前ら余計なことせずにそこ。ダビングカード割れたー。ざけんじゃねえよチルノ。余計なことすんなっつったろてめえ。なんであたいが余計なことしたのボンビーじゃん。そのボンビー持ってきたのてめえだろうが。やれやれ、所詮即席のチームワーク。全然協力し合えてないじゃないですか。そりゃそうよ、優勝できるのはあくまで一人。チルノはマリサとサナエが互いにぶつかり合って、疲弊したところを出し抜いてやろうと考えてる。だからチルノは自分の移動を優先したのよ。へぇ、どうしてそこまで言い切れるんです。だって私も同じこと考えてるもん。自己中しかいねえなこの即席チーム。さて、サイドサタに泊まりたいがそこには貧乏神がいる。とりあえず手持ちのダビングでロイヤルの数を増やしたようだが、これなら時間の問題だぜ。ふふん、なら別の一手を講じるまでですよ。目には目を、ダビングにはダビングを。刀狩りには刀狩りを。サナエのやつ、逆にマリサの刀狩りを奪う気か。奪われたカードを直接取り返すこともできるしね。買えるだけ買い込みますよ。さっきみたいに追加効果が発生しても尺だし、先に刀狩りを処理するしかねえな。今度はさすがに追加効果なしか。なら刀狩りをおとりにしている間にロイヤルの移動力でゴールを狙う。私とチルノは近くにつけてワンダイスで目的地を狙ってるわよ。くぅ、光りませんか。サタには変わらずマリサさんとボンビーがいますし、今度は沖縄のカード売り場で刀狩りを補充しましょうかね。ち、抜け目ねえ。でも1枚しか買えないならダビング駅でよかったんじゃない。乱数調整です。乱数調整なら仕方ないか。しかしやはりこの勝負、マリサの方が圧倒的に旗色悪いわね。どうする？
今のうちにサナエについとくか。お前ら何堂々と寝返る算段つけてんだ。てかサナエについたところであいつが優勝するだけだぞ。それもそうね。なら手を貸すわよマリサ。怖い怖い誰の手だよそれ。さっき拾ったトンデン兵カードでサナエを北海道まで飛ばすわ。北海道に強制移動させてさらに一回休みにさせる強力なカードだぞ。ナイスレイム、この隙に刀狩りを叩き込むぜ。く、でもまだ刀狩りカードが身代わりになってくれる。それもいつまでもつかな。この奪った刀狩りでさらにカードを分取ってやる。また余計なことしてんじゃねえ。マリサについてからなんか瓦割りの発動率高いな。刀狩り割れた、ナイスボンビー。チルノ、お前はさっさとゴールしてサナエに貧乏神を移せ。よっしゃこの最強の値に任せろ。よしいい返事だ。いいのは返事だけだけど。ふん、あんたたちに任せてばかりじゃいられないわ。ここが勝負どころ、なけなしのリニアカード。マリサだけじゃ心もとないし私もサナエの討伐に参加するわよ。モンスターかなんかですか私は。刀狩りカードを3枚購入して準備万端。さあ覚悟はいいかしらサナエ。そのふてぶてしく座った王者の座から引きずり下ろしてやるぜ。なんですかなんですかみんなして、どうして私ばかり狙うんですか。私が可愛いからですか。おめえが1位だからだよ。残すはロイヤル2枚と6台都市3枚。私とレイムで借り尽くしてやるから覚悟しな。私がロイヤル狩るからマリサは6台都市お願いね。私だってロイヤル欲しいわい。ようやく北海道開拓が終わった。まずは北九州に戻らないと。それでも目的地から一番遠いのはサナエだ。あたいがゴールしてボンビー食らわせてやるぞ。その前に今年はお米の豊作でついでに UFO も収穫できたようね。これは水田を一番多く所有しているプレイヤーのものということでいいな。異論はないですね。なぜならそれは私だから。まあこれから失脚するしこれぐらいはいいぞ。まだ決まったわけじゃねえよ。とはいえ私がまず1枚。続いて私がもう1枚。さらにボンビーが2枚。こいつどんだけ瓦割るんだよ。そんでこいつもロイヤル狙いかよ。まあこれは必要な犠牲だったさ。これでサナエのロイヤルは全滅だ。よくもまあここまでやってくれましたね。私が可愛くておっぱいも大きいからって。1位だからだって言ってんだろ。あと微妙に付け足してんじゃねえよ。可愛くておっぱいも大きくて性格もいいからロイヤルを全て奪われてしまいました。もう突っ込むの疲れたけど性格だけは決して良くない。とりあえず通常ダイスでカラツを独占しますが、カード欄が一気に寂しくなってしまいましたね。じゃあ賑やかにしてやるぞ。余計なお世話ですよ。チルノのやつ全然ゴールできてないと思ったらそんなカード拾ってたのね。デビル派遣カードは指定したプレイヤーに複数枚のデビルカードを押し付けるカードだぜ。じゃ残った6台都市も借り尽くすか。そうね。心がねえのかおめえら。これでサナエは完全に機能停止ね。ようやくそのどでかい城に風穴開けることができたぜ。あんだけ瓦割りで暴れ回ったのにまだ暴れ足りねえのかこいつ。集中攻撃なんかするから罰が当たったんですよ。でもさすがに2回連続キングはそうそうないんじゃない。これ見ろミニボンビーだ。ヌアーニが集中攻撃したから罰が当たるで。当たったしかも即悪用ですよ。やっぱり罰が当たってるじゃないですか。確かにこの借金は異性がおねえ。そんなに浮かれてていいのか。私のどこが浮かれてるって言うんですか。完全に浮かれてるじゃねえか。あと自分のこと可愛いって言ってるやつのやることじゃねえぞそれ。サナエ、今のあんたは目的地から一番遠い上移動手段も通常ダイスのみ。つまり値のゴールでジエンドなんだぞ。外してんじゃねえか。あんたさっきから返事と異性がいいだけで何の役にも立ってないじゃないの。サナエにデビル送ったもん。もういい、あのバカには頼らん。私たちにはロイヤル EX がある。マリサボンビーパス。合点承知の助だぜ。人から奪ったカードで。あらあらサナエちゃん、そんなとこに逃げてもロイヤルの移動力の前では無意味よ。あんたがそう言ってたのよね。おお、レイムとマリサの連携プレイだ。嫌だ。うわぁ。じゃらー、カード全破壊にキングボンビーまで決まった。サナエの天下は今終わりを告げた。私の尽力あってこその結果ね。何言ってんだお前、大半は私のおかげだろ。一人じゃ帰り討ちにやってたくせによく言うわよ。共通の敵がいなくなった途端急に険悪。この私が借金をする羽目になるとは。デビルの追撃も忘れちゃダメだぞ。借金のおかわりどうぞ。それじゃ早いとこサナエから離れて私たちも目的地に向かいましょうか。ジルのお前まだゴールしてなかったのか。やかましいぞ。次の最悪は次元爆弾フルセットですか。あたいがせっかく挙げたデビルたちが押し出されちまった。次元爆弾は面白くねえな。サナエに反撃のチャンスを与えちまう。ただでは転びませんよ。この爆弾で全員道連れじゃ。やばいやばい、早く目的地に入らないと。あんたにゃ無理よ、ここは私がいただくわ。どんだけ外せば気が済むんだお前ら。まったく不甲斐ねえな。こうなりゃ私がゴールしてやら。まずは特製霊で借金をチャラにしてロイヤル EX で仕留めてやるぜ。まあお前らと同じ条件のワンダイスで張り合わないとな。思いっきり外しただろ今。あたいがずっと入れてないのにお前らがそう簡単に入れるわけないぞ。では私は次元爆弾をマリサさんに。ふむ、サナエのやつまずはマリサを狙ってきたか。次に王者の座に輝くのはこのマリサ様だとよくわかってるようじゃないか。いえなんだかんだでマリサさんに一番しつこく付け狙われていたのでただの支援ですね。めちゃくちゃ恨まれてんじゃん。キングボンビーが元に戻って11年目最後の月だぞ。終わりよければ全てよし。最後の最後で決めてやる。まあ外すでしょ。案の定外したな。キグ上7月からずっと目的地を狙うも最後まで入れず。あんたこの1年海にぷかぷか浮かんでただけじゃない。うるさいうるさいうるさい。カードポケットいっぱいなのに福袋カードなんかいらないぞ。まあそこで指くわえてみてなさいな。
種ヶ島は私がもらう。あたいが無理だったんだから霊夢にも無理に決まってるって言ったろ。無理じゃないんだな、これが。何？そんな入りづらい場所でもなかったと思うが、随分時間かかったな。これでようやく今年初ゴールですね。さて、では次の目的地は。ああ、別に言わなくていいぞさなえ。続けて私がゴールするからな。私のロイヤル EX カード。今まで散々やってきた報いよ。これからは私たちが使いこなしてあげるから安心なさいな。次元爆弾を霊夢さんに渡して11年目は終了です。さて、11年目はついにずっとトップを走ってたサナエに一泡吹かせることができたわね。私と霊夢の連携プレイが光ったな。来年以降も楽しみだ。あんたたちマジで友達なくしますよ。あたいも頑張ったぞ。はいはい、頑張って海に浮いてたわね。頑張って海に浮いてたってなんだよ。もう私怒りましたよ。こんな極悪非道な集中放火をするなんて。おいおい、そんな綺麗になって、ゲームの中の話だろ。いいえ、これは許せません。もうお二人のことを友達だと思えません。そう、じゃあこの後のご飯はサナエ抜きで行こっか。もう友達じゃねえもんな。霊夢ちゃん、マリサちゃん、私たちずっともだよ。11年目終了時の収益額です。よしよし、私だけがプラスついてるわね。今年もまたキングに荒らされちまったな。そんじゃ総資産、私の財に傷が。ついに開けたわね、逆転の道。チャンスは全員にあるってのが絵空ごとじゃなくなったな。今回見つけた UFO はこちら。大豊作は難易度17ですね。1位は断固必守。借金を返した値が再び2位だぞ。UFO 分だけで100億近く差があるのは辛いわね。私たちも一発逆転を狙うしかねえな。動画の面白かったところ、帰る前にコメントしてってくださいね。チャンネル登録や高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れさん。また見てくれな。